新作、タニタと開発野菜練り込みミスタードーナツを運営する。ダスキンは22日、人参や、ほうれん草などの野菜を使ったドーナツの新商品を、健康計測機器メーカーのタニタ、東京と、共同で開発したと発表した。25日から来年2月下旬までの期間限定で、全国のミスタードーナツの店舗で販売する。健康メニューを提供する。 タニタ食堂などを手掛けるタニタのブランドを活かし、健康志向の強い。